はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、本日もね東京競馬場に、来ております。もうね札幌のメイン始まりそうなんですけれども、一応馬券の方だけ何を買ったか発表させていただきます。まずね、どうしようかな、新潟から先やりますかね。新潟は、とりあえずワイドでこれ買っております。はい、ハビレから、ミッキーファイトと、G サイクロンと、ソニックスターにワイド流させていただきます。あと、新潟、3連複これ買っております。3列目かなり広げさせていただきました。まあ、結構いい馬券もあるんじゃないかなと思っております。これだけ買っております。で、札幌なんですけども、札幌はユキタムからこんな感じで買っております。こちらも3列目はちょっと広めに買っております。ユキタムから、2列目に、よいしょ、どっこいしょ、1番のフルムと、4番のナチュラルハイ、6番のサバを2列目にしております。まあこれも結構跳ねたらでかいんじゃないかなと思っております。まあこれで、先週ね、私原点に戻ってワイドとか言いながらね、また3連複にしてしまいましたけれども、まあ、これでねちょっと馬券買ったので、これ楽しめればいいなと思っております。それではちょっとねレースを見ていきたいと思います。はい、エルムステークス、レパーズステークス、結果が出ました。私の本命、レパーズステークスが、ハビレで、エルムステークスがイスタムだったんですけども、結果は、両方ともね負けん外ということで残念でした。イスタムに関してはねビリでございました。14着です。ハビレは、まあ、一応最後伸びてきてはいたんですけども、まあ、5着、まあ、惜しいっちゃ惜しいのかもしれないですけどね、まあ、でも残念だったと。2頭ともね共通して言えるのは、スタートで出遅れと出負けしてしまったのがやっぱ、まあ、敗因の一つには上がるんじゃないかなと思っております。ユキタムに関してはね逃げ宣言、まあ、前に行きたいっていう調教師も言っておられたんですが、まあ、出負けしてしまったためにね後方からの競馬になっても結構もうそこでもう、出負けの影響がやっぱね出てて、もう 最終コーナー曲がった時点ではもう力尽きてる感じだったので、まあしょうがないのかなと思ってます。スタートがもう全てかなと思っております。で、まあ、レパードステークスのね、ハビレに関してもやっぱ出負け したのがやっぱり敗因で、もうちょっと前につけてれば面白かったのかなと思うんですけども、やっぱりもう後方からの位置になってしまったっていうのが敗因なのかなとはちょっと僕の中では思っております。まともなスタートを切ってればもっと面白い競馬になったのかなとは思っております。まあ結果は出てしまったのでね、また今週も残念な結果になってしまったんですけども、もう本当目に当たんないなと思ってます。目に当たんないと他も当たんないですけども、もうねワイドで頑張ろうと思ったんですけど3連複買っちゃいましたからね。これまた来週、馬券買えるかどうか分かりませんけども、またね、来週こそワイドを主軸にして馬券が買えればいいなと思っております。今週もまた残念でした。まあでも、またね、夏競馬の難しさっていうのを痛感してますけども、また来週、ね、いい結果が出ればいいなと思ってますので、また来週も頑張りたいと思います。こんな感じで僕は競馬のことを関することをメインに動画を上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っているのと、皆さんの馬券の参考に少しでもなればいいなと思って、まあ、全然参考になってないかもしれないですけども、でもまあ、こちら、3列目で3頭決まってるんですよね。これのボックス買ったら当たってましたね。200倍ついてたんで。まあ、それはしょうがないんで。まあ、また来週も頑張りたいと思います。最後までご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。